毒はもう待っている。死にやつよ。ハムレット。
眠っている間に見ている夢で、でも本人には眠っているという意識がないから、それを
怖くなってくるじゃない。ビデオで撮ってみない。ハツダ君が寝てるとこ、ハツダ君が明け方にゆっくりと起きて部屋をうろうろするところが撮れると思う。やだよ、もう今日は寝ない。起きてればいいんでしょ。そんなこと言われたら寝れないよ。寝ないよ、だって明日は予定があるの。夢の中のハツダ君に大切な予定があるのよ明日。もうドタキャンする。いいから寝るの、早く寝なさい。無理だよ、全然寝なくないんだもん。今日はいい方だって言ってたじゃない。さあ寝て、ビデオを回しておいてあげるから。無理だって。とにかく目を閉じることです。ほら、そうすればあらゆるイメージの中に飛び込んでいけるでしょ。目を閉じてみる。目を閉じるとそこには暗闇があるでしょ。いつだって暗闇がすぐそばにあるのに。ただこうして目を閉じればいいだけなのに。ほら、またこうやって目を開けようとする。閉じて、閉じて、寝なさい。目を閉じて、早く、早く寝なさいって。子供の頃は母親によく言われたよ。でも眠りたくないんだよ。そう、今は眠りたくないんだよ。いいから眠って。とにかく人は一人で、決して両者を同じであるとすることはできないってこと。親子でも夫婦でもね、人は同じではないってことよ。明日日曜日だから明日ちゃんと整理整頓しよう。とにかくもう今日は寝て。無理だよ、ずっとって考えていたいんだよ。何よ。松田由紀さんのこと。わかったから、そんな考えてどうするの。いいんだよ、そんなことしても。いいんだよ、ただもう少し考えてるだけで。ずっとここにいるつもり。そうしたいんだけど。そんなの無理だよ。無理だって、無理だよ、ずっとって考えていたいんだよ。なんで。だから松田由紀さんのことを。バカじゃないの、そんな考えてどうするの。いいんだよ、そんなことしても。いいんだよ、ただもう少し考えてるだけで。そうしたいんだけど。無理だって。見てないよ、いい夢見てね。見ない、夢なんて見ないよ。寝てない、見てよ。だから分かってないんだよ、分かってないんだよ。そこら辺にただバラバラと書類とか写真とか置いてるような人だったもんね。もう全然分かってないんだよ。あっちこっちに置いててさ、写真もフレームになんて理解しなかったでしょ。写真フレームは写真を大事に思って飾るものだから、そこら辺にバラバラと置いておくような感じじゃないはずなのにさ、いつだってさ、どこにでも置いてたよね。書類も写真も大事なものは残るのにさ、そんなの誰も気にしないとか言ったでしょ。大事な写真はちゃんとフレームに入れて飾るんだよ。フレームに入れてこそ、きちんと入れて残るんだよ。フレームに入れてこその一枚の写真なんだから。あのさ、誰だった、あの携帯に入ってた女の人。誰ってメール来たの。沢木さんだよ。そう、沢木さん。うん、なんか子供ができたから監禁の相談に。誰の子供。沢木さん結婚してないよね。してないけど誰のって知らないよ。彼じゃないの。いや、消したでしょ。知らないよ。私がいなくなるからで、新しい人生始めようとしてるでしょ。うん。ああ違う、そうじゃない。産休カード考えて、子供に対処にしてもらわないとやっぱ無理かなって考えてる。だから、うんじゃない、うんじゃないよ。私がいなくなったらすぐに新しい人生を他の女と始めようとするなんて許せないよ、ひどい。私をいなかったことにするんでしょ。しないよ。するね、絶対する。しないよ、そんな簡単に新しい人生は始められないよ。じゃあ一人になったらどうするの。ダメだよ、一人になるなんて考えられないよ。全く一人は耐えられないよ。耐えられないよ。でも最後は一人だよ。ダメだよ、怖くなるよ。じゃあ一緒に行く。どこに。いや、どこ行くの、どっか行くとかんの。はい、どこにも行きたくない。行こうよ、ゆうきちゃんの行きたいとこにどこも行きたい。いいよ、どこにも行きたくないから、僕は新しい人生始めてよ。何言ってんの。さあ、書類は全部書斎に持って行って。分かった、持っていく。さあ寝て、ビデオ回しておいてあげるから。うん、寝てるとこなんか取らないよ。うん。こんな風に僕ほらね、まっすぐ寝てるけれども、よく見るとそれは自分ではないようになるんだ。とにかく目を閉じることです。ほら、そうすればあらゆるイメージの中に飛び込んでいけるでしょ。目を閉じて、目を閉じると、そこには暗闇があるでしょ。やっぱり眠れないって。無理だよ。ちょっと話して、気持ちに話してよ。誰よ、簡単なんかあったことないし、見たこともないわよ。
どう見ても見えますよ。はじめまして、あなたのご両親の友達です。はじめましてじゃないでしょう。僕たちずっと一緒にいたんだよ、思い出して。いえいえ、私はあなたと初めてお会いしますから、ご両親とはお会いしたことありますよ。何言ってんの、僕たちずっと一緒に暮らしてきたんだよ、思い出して。何それ笑うな。だから私はあなたと初めてお会いしますから。じゃあいいよ、両親の友達だって僕の友達じゃないから。いえいえ、友達ですよ。いいですか、友達なんかじゃないですよ。だって、ゆきちゃんじゃないんでしょ。松田さん。誰って松田さん。いい、僕たちは長い間ずっと一緒に暮らしてきたんだよ。だから初めてお会いしますから。いや知らない、あなたのことはね。それに僕にはどれも同じような家に見えますけど、屋根も玄関も窓も形も高さだってサイズだって何もかも同じに、ほらこの家もあっちの家もこっちの家も同じに見えますよ。同じに見えるだなんて違うでしょ。ほらあなたはすぐにこうやって目を開けてしまうから、目を閉じてみてください。違うんですよ、これ全部違うんですよ。ほら一点だけ光ってるでしょ。ここにあるのは一点だけ同じものはないのです。要するに全てが一点で、全てが一点なんですよ。私は長い間家の手入れをしてきました。そこに住みたいと思う人のために、そこで育みたい家族のために、家は人生で一番高い買い物ですからね、気を使いますよ。セールスするのセールスね。ええ、セールスが私の人生でしたから。大変ですね、家のセールスって。あんな家がいい、こんな家がいい、庭付き、駐車場付き、駅のそば、公園があって、閑静で丈夫で新しく自信に満ちてる、できるわけ話を日当たりのよ。これから生まれている子供たちなんて、私たちの老後のためにできるだけ広くてそこでいてもらえないおやつ、何かと便利だって、一生で一番高い買い物ですからね、なるべくいいものって。いいように言うんでしょうね、やるときは。なのになんでみんな同じような家を買うんでしょうね。まあそうなんですよ、何がいい、あれがいい、こうして欲しいというくせに、結局はみんな同じような家を求める。そこに住む人ってはそれぞれ違うのに、同じような家を求めるものです。不思議なことに、家を買いたいと思っている人たちはみんな家を欲しいと思っているんです。だから私の仕事は簡単です。同じような人たちに同じような家を売ればいいのです。街は同じような家ばかりですもんね。皆さん同じように売ればいいのですからね。楽な商売ですね。でもほら、ここでこうして光っているこの家は私が売らなかった家なんです。一軒くらい売れないこともあるでしょう。売れなかったのではなく、売らなかったんです。何千何万という家を数えきれないくらい同じように売ってきましたが、その家だけは売らなかった。この家だけは。だから違うのですよ、同じような家に見えても違うのですよ。その家は売らなかった、成立しなかった家なのです。どうして売らなかったんですか。ある日、一人のロードが家を買いに来ました。もう先が長くないロードが家を買うなんてと私は思いましたが、3年でも2年でも、いや1年、もしくは1つ、いや、たったの1日でも住めればいいとそのロードが言うので、私はその家をご紹介したんです。ロードが、この家の素晴らしいところをあげてみてくださいと私に聞きました。私はいつも紹介するようにその家をご紹介しました。庭付き、駐車場、駅のそば、公園があって、完成で、そこで、新しく、新日を、できるわけに話を、これから生まれてくる子供たちのために、私たちの老後のために、できるよって、それでいいお値段をやって、何かと便利だ。だって、一生で一番高い買い物ですからね。僕も妻と家を買うときは、いろいろと考えました。じっくり見て、納得のいく買い物をしてくださいね、と、追い先に近い老女に丁寧に言ったのです。老女は、私は、この家の素晴らしいところをあげてみてくださいと言っているのですよと言ったのですね、だからそういうローズの顔をじっと見返して、私はしばらく考えました。この家の素晴らしいところ、庭付き、駐車場、駅のそば、公園のそば、完成で、両目、両目でやって、自信が強く、それなるべく良くやって、それでいてお値段を早く、何か便利だ。だってそれ一番高い買い物ですからね。僕も妻と家を買うときはいろいろと考えました。でもないですよね、もうこれ以上。としての誇りがあります。これ以上素晴らしいところはありませんとはいくら何でも言えないでしょ。でもあるんですか、これ以上素晴らしいところなんて。よくわかるでしょ、これ以上素晴らしいところなんて。嘘つくわけにもいかないしと考えている私に向かって、その老女は言うのでした。なんで、どんな家がいいって。身はいいのよ、身は。どうも甲羅がね、
Thank you.
その時、初めて流れ星を見たんです。
なことも信じられない。一番遠くにある。シール、本当に侵入しましたのか。二つ目は、夜に買ってもらったブルーとピンクのひよこだ。ブルーとピンクのひよこは、買った夜に酔い始めて、どうにか生きてもらいたいと、泣きながら訴えると、地球が寒いのが良くないというので、毛布の中にくるめて、小さな体を指先でこすったり、息を吹きかけたりするのが、苦しそうに呼吸してて、もう何もしてあげられなかった。ブルーとピンクのひよこは、僕の手の中であっさりと死んでいった。さっきまであんなに苦しそうに呼吸をしていたのに、死んでしまうと安らかに感じた。僕は涙が止まらなかった。たった一日で死んでしまうなんて、ひどい。僕は夜店の人を心から恨みました。それから夜店に並んでるひよこの前を駆け足で通り過ぎ見ないようにした。駆け足で通り過ぎるために思います。僕の手の中にある小さな命、一番近くにある死ぬ前に言っておきたいこと、世の中には不愉快なことがたくさんあるよな、松田君。だから不愉快なことはもう描かなくてもいいんじゃないか。僕が描いた木を見て小学校の美術の先生が言った。いいか、お前のその言動が一番不愉快なんだよ。僕はただ美しい木を描いたんです。今までずっと伝えられなかったけど、僕は美しい木を描いたんです。昼間にあるこんな昔のことどうでもいいか。その時ゆきちゃんがきっとそばにいてくれるかな。ありがとう。両親に言っておけばよかった。誰もいない、そうやって見たまま。そうか、夢は死になって、こんな風に何もかも遠く小さくなって死ぬのか。間違いないな、間違いないぞ。ほら、ばあちゃんの記憶だってどうしてもちゃんと死んだんだもん。やっぱ死ぬ時って一人なのかな。誰がそばにいてくれないのかな。やっぱ目を閉じるのは怖いなと思いながら、今こうやって目を閉じるのが無理や。
交通事故で命が回るの。
側に傾きながらしばらく見ていたが、流れ星は流れなかった。また見逃したのか。見逃したのかな。何を見逃したのかな。僕は何か見逃したのかな。ああすればよかったのかな。こうすればよかったのかな。ああすればよかったのかな。こうすればよかったのかな。ああ、もう分かってないんだよ。そこら辺にただバラバラと書類とか写真とか置いてるような人だったもんね。もう全然分かってないんだよ。あっちこっちに置いててさ、写真もフレームになんて入れたりしなかったでしょ。写真フレームは写真を大事に思って飾るものだから、ここら辺にバラバラ置いておくような感じでないはずなのにさ、いつだってさ、どこにでも置いてたよね。書類も写真も大事なものは残るのにさ、そんなの誰も気にしないとか言ったでしょ。大事な写真はちゃんとフレームに飾るんだよ。フレームに入れてこそ、きちんと入れて残るんだよ。フレームに入れてこそ一枚の写真なんだから。あ、着替えないと。そろそろパジャマに着替えないといけないな。来るぞじゃなくて、来てるかも。来てんのかよ。出るぞーじゃなくて、出るかも。逃げた方がいいかもみたいな感じで言ったんだよ。あ、着替えないと。そろそろ着替えないと。So I really invite you to stay around for the second part of the presentation this evening, and we'll be back in just 20 minutes' time. I've got a bit of work to do here to clean up the set. But thank you, everyone. Thank you. We hope to see you soon. Thank you.